10。ある朝、アリは森を歩いていた。なんて頭が重いんだろう、とアリは思った。歩きながら、右の前足で頭を支えているので、うまく歩けなかった。柳の下で立ち止まり、アリはため息をついた。石があったので腰を下ろし、両方の前足で頭を支えた。頭を支えたのが前足だ。というか手だ。なんて重いんだ、とアリは思った。どうしてこんなに重いか、僕には分かってる。何でも知ってるからだ。それがすごい重さになるんだ。陰鬱な日だった。黒雲が空を流れ、時々雨が少し降った。風がうなり、木々がきしんだ。何でも知っていてよかった、とアリは思った。これ以上何かを知ったら、二度と頭を持ち上げられなくなるところだ。アリは苦労して首を振り、自分の頭が前足の間から音を立てて地面に落ちていくところを想像した。そうなればもう救いようがない。こうなるのはもちろん僕が考え深すぎるからだ。本当にどんなことでも考える。蜂蜜のこと、誇りっぽさについて、大会、疑い、土砂降りの雨、甘い木片、その全部が僕の頭の中に詰まってるんだ。肘が疲れてきて、アリは石から滑り落ち、とうとう地面に顎をつけ、突っ伏してしまった。頭はまた少し重くなった。どうやら今、さっきまで知らなかったことを知ってしまったようだ。でももう本当にすべてを知ったはずだ。そう願いたいものだ。アリはそう思った。もう首を横に振ることも、うなずくこともできなくなっているのに気がついた。まだ笑えるかな?と試しにやってみると、弱々しい笑みが口元に浮かんだ。でも、あくびはできなかった。眉をしかめることも、舌を出すことも無理だった。こうして、アリは陰鬱な秋の日に森の真ん中に寝転がっていた。何でも知っているので、その午後、偶然リスが通りかかることもアリは知っていた。アリ?うつ伏せになっているアリを見て、リスは驚いていった。そこで何してるの?もう頭を動かせないんだ。どうして?知りすぎなんだ。アリの声は深刻で悲しげだった。何をそんなに知りすぎてるの?リスが聞いた。何もかも知ってるんだ。アリが答えた。リスは大きく目を開いてアリを見た。僕にも知ってることはあるけれど、知らないことの方が多い、とリスは思った。だから僕の頭はこんなに軽いわけだ。リスは頭を左右に振ってみた。これからどうするの?リスは尋ねた。何かを忘れるしかないんじゃないかと思う。アリが言った。リスもそれが一番だと思った。でも何を忘れればいいんだろう。太陽?蜂蜜?ケーキの味?クジラの誕生日?冬のコート?アリはその何もかもを忘れようとしたが、あまり効果がなかった。
じゃあ僕のことを忘れてみたら。最後にとても慎重にリスは言ってみた。リスのことをアリが言った。できるでしょう。アリはうなずいて目を閉じた。すると突然アリは嵐の中の羽のようにくるくると舞い上がった。リスは後ずさりした。アリはほとんど姿が見えなくなるほど高く木々の上まで飛んでいって再び地面に落っこちた。本当に忘れてたんだよ。でもまたリスのことを考えちゃったんだ。痛そうに後頭部をさすりながらアリが言った。リスは地面を見つめて言った。まあ一つの提案だったから。そうだね。アリは言った。地面に座るアリは頭を打ったおかげで自分が何でも知っているということを忘れていた。突然立ち上がった自分にアリは驚いた。それからアリとリスは一緒に森を歩いた。どちらもずっと黙っていた。その時リスが言った。うちにまだブナの蜂蜜が一瓶あるよ。お、そいつは知らなかった。アリは楽しそうにぴょんと飛び跳ね、リスの家に向かって我先にと駆け出した。